こんにちは。今日はこちらのカーオーディオの分配器についてのお話をしようと思います。今ミラーリングして映しているんですけれども、このように分配器、私も実は3年ぐらい前にステッパーゴンでミラーリングするときに使っていました。でこれはもともと鉱石モニターでもミラーリングするためにこれを購入して使っているんですけれども、今新型アナボクシーに関してはご存知の方も多いと思うんですけれども、この分配器を使うことによってミラーリングが可能になる。ミラーリング自体はできるんですけれども、Netflix や Amazon プライムが見れるようになるという情報が出てるんですけれども、実際にそれはノアボクシーだけなのかどうかっていうことを、確認するために、今日に関してはステッパーゴンで実際に試してみたいと思います。で、明日、ノアボクシー、ノアをまた借りる予定でおりますので、もう一回同じやり方でノアでも検証してみようかなと思っております。でまずつなぎ方なんですけれども、非常にその辺は簡単でして、この分配器自体はこちらがインプットで、こちらがアウトプットになっております。で分配器自体は電源を入れるための入れるタイプのものとそうでないものがあるんですが、電源を入れて使うタイプのものが確実かと思います。でこちら携帯、こちらのライトニングケーブル、こちらはアップルの純正のライトニングケーブルで、こちらに関しては Amazon で購入しましたハイスピードの HDMI のケーブルになっております。で、それがこのインプットにつながるようになっておりまして、で、アウトプットに関しては、今回はこちら、ナビへのアウトプットと、もう一つはこちらになるんですけれども、2チャンネルになってますんで、リア席へのアウトプットということで、こういった簡単なつなぎ方で、オンオフができるようになっているということになります。つなぎ方はこれだけになるわけなんですけれども、で、この状態でプライムビデオが見れるかどうかっていうことなんですけれども、実はステップワゴン、以前ノアボクシーやった後にステップワゴンで試してみたんですけれども、やっぱりネットフリックスとプライムビデオが見れないという事象がありました。で、実は今回また試してみた結果なんですけれども、実は見れるということになっています。このように今見れてしまっているという状況になっています。で、ちなみにこちら携帯はこういった画面なんですけれども、画面はこういった画面になっているといった状況になっています。で、ちなみに後ろに関してもこのような形で何事もなかったかのように普通に映ると。形になっているということです。 HDMI のバージョン自体の問題と著作権の問題と、2つが考えられると思うんですけれども、まずこのステッパーゴンで試した結果から言うと、まず配線に関しては実際にこれは今ステッパーゴンだろうがノアボクシーだろうが使える配線、見れる配線になっているということなので、配線自体は問題ないということです。もちろんスプリッター自体も問題ないということになるわけです。そうすると今度何が問題があるかというと、こちらのナビ自体に影響があるのかということになります。プライムビデオこちらなんですけれども、見ていただくと、以前はさっきのキアヌ・リーブスのこの映像で止まってしまっていたんですけれども、このように今日再生した感じだとまた見れてしまうといった状況になります。で後ろももちろんこのような形で普通に見れてしまうといった状況になります。なのでプライムビデオであってもネットフリックスであってもプライムビデオであっても、特にこのギャガズのラビに関してはまず問題ないということ、でもう一つはこの配線自体も特にミラーリングして視聴するという意味においては特に問題がないと、いうことが分かったと、いうことになりますんで、そうしますと見れないことがあるという理由に関しては、おそらくこちら側のアプリ上の問題で起こっているんではないかと思われます。ノアボクシーでも見れた時がありましたんで、そうしますともうこちらのアプリ上の問題による影響で見れる、見れないということがあるのではないかということが少し言えるのではないかなと思います。ちなみに、ノアボクシーに関しては、スプリッターを使ったら見れるということなんですけれども、じゃあ、スプリッターを使わなかったら見れるのかどうかということを
次検証してみたいと思うんですけれども、まあ、そこはすごく簡単で、ここを外してしまって、これ自体を直接ナビに出力すればいいだけになります。はい、こんな形で直接ナビに入力していると。そうしますと、このような形で映るようになるわけなんですけども、スプリッターが影響するのかどうかっていうのを次お見せするんですが、まあ、Amazon プライムから見ていきますと、はい、このように、特にスプリッターがついてようがついてなかろうが、このような形で見れます。で、かつ、先ほどの Netflix はどうかということなんですが、ネットフリックスに関しても特に見れてしまうので、私の考え的には、こういったスプリッターとか配線とかは特に関係がないと思います。おそらく、先ほども前日して話してるんですけれども、このナビの影響で、純正ですと、車の安全上の問題も出てくるので、メーカーが技術的に、メーカーがあえて見せないようにしているという説もありましたけれども、実際にステッパーゴンでもこうやって見れています。で、ノアボクシーでも見れた時がありました。そうしますと、もう、このアプリ上のライセンス信号、プログラム、まあ、そこの影響なんではないかということが考えられるんではないかなと、私自身思ったりするところになります。なので、特にスプリッターを用意する必要っていうのは、私は特にないんじゃないかなって思ってまして、マリアも HDMI の出力、入力端子がついていて、リアでもミラーリングしたいということなのであれば、このスプリッターっていうのは必要になってくるとは思うんですけれども、特にそういうニーズがないということなのであれば、特にこのスプリッターというものを使う必要というのは、まあ、私はないんではないかなというふうに考えます。まあ、いずれにしましても、明日も同じように、ノアの 10.5 インチのディスプレイオーディオでもう一度同じ容量で試してみたいと思いますので、まあ、そこで原因が、まあ、完全に断定できるというわけではないんですけれども、まあ、ある程度の特定というのも、まあ、相対で比較してみてお伝えできればなと思っております。ということで今回は車のカーオーディオでのミラーリングについて、で今回はこちらのスプリッターについてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車及び用品紹介を行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最近では車の装備もレビューしておりますので、ぜひ興味のある方は見てください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。